そうそうそう、はい、では、はい、改めまして、大丈夫と、大丈夫、ここでも大丈夫ですか？大丈夫なの？動き回っていただければ動き回るOK、じゃあ、改めまして、私たちは熊本からやってまいりました、熊本サプライズ熊本大隊長、熊本です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。なんかすごい、なんか広々とね、皆さんね、たくさん来ていただいて本当にありがとうございます。今日はですね、私たちは水と桜の南阿蘇満喫キャンペーンの PR にやってまいりました。皆さん、南阿蘇行かれたことありますか？はい、わー、ありがとうございますね。もう南阿蘇ね、とっても自然がいっぱいで、その自然のね、ところで生まれた美味しいお水、そしてね、もうね、もう3月ですから、もうすぐですね、3月末ぐらいからですね、桜が見頃になります、ね、有名なね、一心魚の桜、一心魚の桜、ご存知の方いらっしゃいますか？ありがとうございます、ね、とっても大きな桜なんですよね。ぜひね、まだ見たことないっていう方、ぜひ南阿蘇にお越しいただいて、そして桜を満喫していただきたいなと思います。さて、今回のキャンペーン、ちょっとね、特別にちょっとお姉さんから紹介していただきたいなと思います。じゃあ、お姉さん、よろしくお願いいたします。南阿蘇村では、福岡から南阿蘇村まで長期間高速バスを運行いたします。期間が3月の29日から4月の6日までとなっております。なんと、往復割引運賃3000円で運行します。ぜひ、この機会にご参加ください。また、こちらの南阿蘇村につきましてから、白川水源をはじめ、一心魚の大桜の鑑賞、そして幼少年の美術館、風の丘美術館、そして阿蘇ファームランド都市化渓谷といったように、村内も周遊いたします。ぜひこの一心魚の大桜見れると思います。熊本、どうぞこちらへ行ってみて、さらに南阿蘇を満喫したいとおっしゃられる方は、リビング限定で泊まって食べて観光して大満足な2日間のツアーを運行いたします。こちらはなんと13,250円からです。はい、期間が3月の26日、27日、1泊2日と、4月2日、3日、1泊2日になっております。リビング限定ですので、ぜひこの機会に、南阿蘇村へお越しいただきますようお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。なんかもう、熊本自由にお姉さんが一生懸命説明されてるのになんか引っ張り出ししてすいません、なんか失礼しました、ね、ということで、本当南阿蘇、もうお姉さんの紹介にもありましたように、もう本当にいろんなところを、ね、楽しめるところがたくさんありますので、ぜひ皆さん、もう 春になって過ごしやすくなりますので、ぜひ南阿蘇にお越しください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、もう本当今日は本当たくさん、ね、来ていただいて本当にありがとうございます。この中で初めて熊本に会いますって方いらっしゃる、ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。じゃあね、普段私たちがいつもしています、これから熊本体操というのを皆さんにお見せしたいと思います。イエーイ、友達もね、よかったらね、これからちょっと練習をしますので、ふざけでもいいので一緒に踊ってください。ではまず、じゃあ皆さんも片手を準備してください。はい、ありがとうございます。そしてそれを斜め前にシャキーンとします。シャキーン、そうです。そして3回おいでおいでおいでをします。せーの、おいでおいでおいで、反対、おいでおいでおいで、両手で大きく回して、ないないばー、そうです。これをもう1回繰り返します。いきますよ、せーの、おいでおいでおいで、反対、くまもん熊本サプライズ、あ、そうです。はい、皆さん上手ですね。そして次はですね、熊本には有名なお城がありますね。何城でしょうか？熊本城。正解です。はい、皆さん自分に拍手してください。そうです、熊本には有名なお城、熊本城があります。この熊本城のポーズは、頭の上に大きく三角ポーズ、三角親のポーズをします。じゃあ皆さんも一緒にやってください。はい、あ、次々に熊本城ができてますね。じゃあ熊本もね、頭の上に大きく三角ポーズは作ってください。いいですか、いきますよ、せーの、熊本城、
しい女はるが頭の上、よいしょ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 、悔しいね、悔しいね。ちょっとクマもですね、ちょっとお顔が大きくて、ないない、近い近い、ちょっとお顔が大きくて、ちょっと手が短いね。おー、大丈夫だ。ありがとう。なんかお姉さんひどいみたいな。ごめんごめんクマ、ごめんごめん、なんかねえってお友達に言ってる。ごめん、こっち戻ってきてクマも。ごめんごめん、お姉さんがあまりに言い過ぎた。でもクマもそこが可愛いところだけ。可愛いところですよね。可愛いよ。可愛いクマも。寄せ合いてきますね。あ、ちょっとじゃあ機嫌が治ったところで、じゃあ手の届くところまででいい件が熊本城お願いします。ブリブリやいきますよ。せーの、熊本城。はい。熊本は顎の下ですが、皆さんはぜひ頭の上に三角ポーズを作ってください。はい、そうです。これを3回とんがります。いきます。せーの、よき、よき、よき、そうです。そして次は、せーの、よかった。はい、これはよかったというポーズになります。皆さんに会えてよかった。熊本、南阿蘇に来てよかったというよかったのポーズになります。はい、ね、手は顎の下につけてお尻をプリッとします。はい、お尻に向けてプリプリせんよ。恥ずかしかね、失礼しましたね。はい、今のがよかったのポーズです。はい、そして最後ですね。はい、おしまい。後関とあるんですけれども、ここは福岡ですけれども、後関という熊本弁、意味を知ってる人。はい。お、じゃあ熊も当てに行く？当てに行っちゃう熊も。お、あ、じゃあマイクを熊も。じゃあ手上げ取ってください。わかる方、後関の意味をわかる方。あ、ちょっと失礼します。お邪魔します。後で行きます。後で来ます？あ、でも使い方は、まあ、あの意味はつながるかもしれないですね。じゃあ熊も、せっかくだから熊も教えてあげよう。じゃあ皆さんに分かるごつね。皆さんに分かるごつ、これから後関とは何というものか、熊もがね、どけって言われた。説明します。はい。コンコンコン。ガチャ。失礼します。入ってきましたね、熊もね。あ、こんにちは。あれ、熊も、ドアが開けっぱなしよ。忘れてた。はい、今の分かられましたか？ちょっと分かりづらかったですかね。今最後にクマモンがした行為が音出来という意味なんですけども、ドアを開けたのも入りますよ。ま、ちょっともうね、じゃあ特別にね、答えをお教えしたいと思います。クマモンがですね、最後にした、ね、ポーズなんですが、開けたドアを閉める。そうなんです。足でやった。私が見とらんうちに足で絶対クマモンやっちゃダメですよ。お行儀が悪いけね。そう、お手手でね、ちょっとほら、お友達も見てるけ、クマモン、お友達の見本になったりやる。もう全然なんか話を聞いてませんね。まあ、そうです、熊本弁で後で進みませんね。もう全然進みません。開けたドアを閉めるっていうのが後出来という意味なんです。ぜひね、福岡の皆さんもこの後出来という熊本弁使っていただきたいなと思います。じゃあこの後出来のポーズ、熊もやりましょうね。はい、じゃあ行きますよ。じゃあまず、はいで熊も敬礼します。せーの、はい、敬礼、しっと敬礼します。そして押し前で少しおどけます。押し前、そうです。そして後出来いきますよ。せーの、後出来。はい、これでピシャーとこう締めて、熊本体操を終わりにしたいと思います。はい、そしてですね、今日はたくさん皆さん集まっていただきましたので、一つちょっとね、皆さんに協力していただきたいところがあります。くまモンがこれからお尻をフリフリします。いきますよ、せーの、まうごつすごかけん、せーの、サプライズ。もう知ってらっしゃる方はね、サプライズと言ってくださってますが、このくまモンが